このマッキーさんの曲いつも歌うときに、なんか喋ってしまうんやけど、主人この歌知ってます？みんな知ってるか。私こういうアーティストになりたいなと思っていつも聴いてるんですけど、こう主人公が、自分が欲しいものって何やろって思って旅に出るんですけど、パーって歩いてて、あ、いいもん見っけって拾って、パッて横見たら自分以上にそれを必要としてる方に出会って、でそれを譲ってあげるんです。譲ってあげた時にその人たちが笑顔を見せてくれて、そういう旅を続けていく中で、あ、自分が欲しかったのってこの人たちの笑顔なんかなって気づく素敵な歌なんですけど、私もこう歌うことでみんなを笑顔にしたいとか寄り添いたいって思いながら活動してるので、今日は皆さんの笑顔を見れたし、まだまだ見れると嬉しいです。では聴いてください、僕が一番欲しかったもの。さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。惜しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。その後にもまた僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、また誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。惜しいような気もしたけど、またそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見れて嬉しかった。結局僕はそんなことは最後には何も見つけられないまま、ここまで来た道を振り返ってみたら、僕のあげたものでたくさんの人が幸せそうに笑っていて、それを見た時ありがとうございます。マッキーさんの僕が一番欲しかったものを出していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。